渋峠長野原町、新須川橋交差点原道における起点である。方向が国道292号原道、方向が国道145号急道。国道406号である。長野原町、大津交差点草津道路における端点である。方向が国道292号草津道路。方向が国道145号急道。国道406号。方向が 国道145号原道、国道406号、方向が国道145号原道である。草津町、草津交差点原道と草津道路の合流地点である。方向が国道292号原道、方向が草津道路、方向が国道292号原道である。長野県中野大技駅で付近新潟県。 病高市大麻尾市付近国道292号は、群馬県安ず郡長野原町から、新潟県上越市に至る一般国道である。本国道は、群馬県長野原町の国道145号交点から、草津温泉や渋峠、滋賀高原を経由しながら北西方向に進み、新潟県上越市の国道18号交点までを結ぶ路線である。 長野原町草津町の区間は2つのルートがあり、西側の区間は一般有料道路の草津道路として1964年に開通した。当初、長野原町草津町間は草津道路経由のみが指定されたが、1980年代に国村を経由する区間が追加指定された。なお、草津道路は1993年に無料開放された。また、 渋峠を挟んだ 41.1km の区間は一般有料道路の主学札道路として整備され、1992年に無料開放された。国道の中では日本一標高の高いところを通る道路でもある。国道最高地点は渋峠より数百メートル群馬県側にあり、標高2172メートルの日本国道最高地点の石踏みが建てられている。 渋峠の群馬県側は急勾配のため、一旦南側の最高地点を通ってから渋峠に至る路線設計となっている。群馬、長野県境の渋峠を挟み、草津山の内間に陶器閉鎖区間が設けられており、例年4月下旬から11月下旬までの期間、火山規制がかからない場合のみ通行できる。当初、終点は荒石大浅姫川原であったが、 国道18号の上新バイパスの開通により、区域が変更され、1991年に終点は上越市内に移転した。しかし、一般国道の路線を指定する政令では、現在も終点は新井市のままとなっている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、起終点及び、経過値は次の通り。道路は人気の観光道路でもあり、 連休や夏休み、紅葉シーズン中の昼間の時間帯は混雑する。11月下旬から4月下旬までの四月草津道路は、草津町、天狗山ゲートから、渋峠の先、長野県山之内町の日坂ゲートまでの区間が、通行止めとなる。通称道の駅草津道路トンネル橋群馬県、長野県新潟県日本国道最高地点の石踏み、渋峠付近が、 国道最高地点になったのは、かつて有料道路であった四賀草津道路が、無料開放された1992年のことである。草津付近は、深い森林地帯を抜ける道路である。草津と四賀を結ぶ区間にあたる四賀草津道路では、4月下旬の開通直後の道路の両側に、雪の壁を見ることができ、場合により、積雪7から8メートルの高さの雪の回廊となる、ところがある。 この区間の群馬県側では、白根山を中心に高涼とした風景が多く、摂政河は、強い溶州が漂い硫化水素が噴き出す草木が一本も生えない危険地帯である。万座温泉分岐から、つづら折れの道となり、標高が森林限界を超える高さになると、周囲に高い木がない尾根筋の道路になる。国道292号は、 日本一標高の高いところを通る一般国道として知られており、群馬県安ず郡中野町町と長野県下高い郡山内町の県境にある渋峠付近に標高2172メートルの最高地点がある。標高2050メートルの山田峠と渋峠の間にある日本国道最高地点の展望台からは国道292号の沿道上にあって、 この地点から展望で見ることができ湯がまでも知られる、草津白根山よりも高く、完全に、万座山、横手山、滋賀山といった2000メートル級の山頂が並び、足元には高層湿原の風景が広がる。また、日本国道最高地点の道標も設置されており、これを記念して、近くのホテルでは、日本国道最高地点到達証明書の発行も行われている。ここから道を降り、 渋峠より西の長野県に入っていくと横手山の中原を西へと進み笠ヶ岳や遠くは3000メートル級の飛騨山脈までのパノラマ風景を見ることができる志賀高原がある長野県側も標高を下げていくと再び森林地帯の中を走る道路となる通過する自治体交差する道路交差する河川沿線ありがとうございます